こんにちは。今日はね、マグロ納豆です。いつものデリッシュキッチンなんですけど、これですね。デリッシュキッチンのいつものレシピカードね、これ。ただね、マグロと納豆な混ぜたことないんで、まあ山かけとかはね、マグロに合うんで、そのネバネバな感じは合うんでしょうね、きっとね。それじゃあ早速いただきます。混ぜた方がいいでしょうね、絶対ね。この卵はね、ちょっと卵なしのとこね。ここね。卵なしで。こんな感じで。卵なしでもね、味しっかりついてるでね、麺つゆと。なしでも全然うまいしね。ごま油の風味も効いてね。でもやっぱせっかくなんでね。卵はね、卵黄の方がいいみたいですけど、まあ僕は白身も食べたかったんで、白身もね、一緒に使いました。まあこれは格好の感じですよね、これ。いただきます。これうまい。合うな。マグロと納豆合いますね。で、キムチはね、コクうまキムチです、これは。これまた新しいですね、これ。うまい。またネギがいい仕事してる。さっぱりして。いつも納豆食べるときは醤油を追加して醤油味にするんですけど、今回はめんつゆ入れてあるんですけど、めんつゆも悪いっすね。マイルドになるっていうかね、醤油より。うまい。で、お好みでね、七味もかけていいらしいっすけ。七味もね、合うらしいんで。どうっすかね。ピリ辛でいいっすね。七味味が加わるとね、またうまいです。これやってみてください。おいしいっすよ、これ。いや、しかしよくこういうのみんなというかね、料理人の人は考えますよね。思いつかないですもんね。スーパーにマグロって言って、これ納豆と食ってみるかみたいなね。面白いですよね、やっぱりいろんな組み合わせがあってね、料理っていうのは。ボリューム満点でね、最高でしたね。美味しかったです。ごちそうさまです。